競争準決勝第1組。さあ、ほぼ横一線だが、上がってきたのは一輪金河橋の亀山さんと東京学館の秋山さん。200m は各組2着とプラスの2名までが決勝に進出します。ただいまの1着は6レーンを走りました亀山さん市立船橋、時間25秒60、風は向かい風1m でした。フィールドの砲丸投げピットにおきましては女子の七種競技の本日